ロッテグループロッテホールディングスロッテ不動産ロッテ火災ゴルフロッテ火災ゴルフは東京都江戸川区林会長にあるゴルフ練習場1993年に開業運営はロッテグループの不動産事業企業であるロッテ不動産ロッテ火災ゴルフ全系東京都内最大級となる250ヤード 300打席を構えるゴルフ練習場である。都心からのアクセスがよく高立地で、かつ24時間営業であるため、多くの利用者が訪れる。またドラマ等の撮影にも利用される。もともと、この地はロッテが複合施設を建設するために所有していた土地である。1993年、ロッテワールド建設までの間の暫定利用として、ロッテ火災ゴルフが開業した。 しかしながら、ロッテワールド建設計画そのものが凍結したことや、ゴルフ練習場として人気を得ていたことから、そのままゴルフ練習場として運営を続けることになった。2014年から2015年にかけ、IC カードシステムの導入や、フェアウェイ全面張り替え、椅子、テーブル、バック建て入れ替えなど、全面リニューアルを行った。 ロッテ創業者の茂光武雄は、かねてより室内遊園地を中心とした複合施設の建設を目標としていた。その用地としてこの地を買収した経緯がある。1990年代に入り、この地に本格的なロッテワールド東京の建設計画が始まる。1999年1月にまとめた計画では、直径300メートルのドームからなる。 テーマミュージアムと高さ210メートルのホテル及び商業施設を中心とした複合施設という大規模なもので実際に2003年の開業を目指していた。実際にアセスメントまで実施したものの近隣に東京ディズニーシー等の競合施設が建設されたことなどを受け2000年頃に同計画は凍結、着工に至っていない。なお、 同時並行で行っていた韓国での建設計画は、1989年、ソウル特別市にロッテワールドとして開業して、現在に至っている。ありがとうございます。